ここからは11月24日日曜日に青山ホールで開催される第26回アイアイコンサートについて実行委員会事務局の尾崎佳代子さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ第26回目ということで随分歴史のあるこのアイアイコンサートですね。はい、そうですね。はい、でこのアイアイコンサートっていうのは毎年大体この時期に定期的に行われているんですか？去年までは、はい、6月 の、 あの月の終わりの日曜日にしてたんです。でそれがあの、ま、いろいろなあの事情というか、あの団それぞれの事情で、うん、11月にしようじゃないかということが決まりまして、今年から11月になりました。じゃあ26回目からようやく11月ということになったんですね。はい、そうです。なるほど。じゃあ皆さんのいろんなやっぱりそれぞれの団の都合っていうのがあるということですね。でも考えてみれば、ちょうどあの秋のいいシーズンかもしれないですね。そうですね。はい、はい、そうですか。じゃあまた秋ということで、また雰囲気も今までのアイアイコンサートとはちょっと違うかもしれないですね。はい、そうと思います。このアイアイコンサートっていうのは合唱団の皆さん方が、いくつかの団の人が出られるような感じなんですけれども、実際どういうふうなコンサートなんですか？はい、本当にその、各団あの自分たちの持ち味をこう披露するんですけども、あの、歌ばっかりだとちょっと飽きてしまうあのお客様が飽きちゃうということで、で間にあの楽器演奏というか上のアンサンあのウィンドアンサンブルさんに入っていただいて、ちょっとこうあの雰囲気をまた違う感じであのやっております。うん、で実際いくつの合唱の団体が出るんですか？合唱は6団体 でプラスあのその楽器演奏、はい、ですね。それぞれご紹介いただいてよろしいでしょうか？まずじゃあジョリファムが一番目に出られる団体なんですけれども、はい、ジョリファムさんってどんな団体ですか？そうですね、年齢層も高くなっておりますけども、数名の若いあの団員が引っ張っていってくれてるという感じの、はい、あの主にどこを拠点に活動してるんでしょう？そうですね、あの、旧綾山 の、 あの 地元っていうかであのやっております。綾山の団体なんですね。はいはい、続いてはコーラス U なんですけども、旧あの伊賀町、旧伊賀町、はい、で、あの U さんも、その伊賀町 の、 あの中で活動していただいています。はい、で次 の、 あのコールピアさんは、その旧綾山の人も上野の人もあのこうどう言ったらいいのかな、あのいろいろ混ざっての台ですね。はい、いろんな地域の人たちが集まって、はい、あのどこを拠点にして練習されてるんでしょう？上野の方でしてくれてます。はい、上野市で。上野で、はい、そうなんですか。はい、コールピュアですね。はいはい、続いては、島ヶ原グリーンコーラスは、その名前の通り島ヶ原で頑張ってくれてます。島ヶ原の合唱の団体なんですね。合唱団ですね。はい、でその4団体が今言っていただいた順番で、はい、歌を披露していただきまして、はい、その後、当日は、休憩を挟みまして、はい、上のウィンドアンサンブルなんですね。そうです。はい、でこの団は、上野 の、 その方々に、はい、プラス応援してくださる多分あのいろんなところから来てくださってちょっとあの、はい、しっかりと把握してませんけども、はい、楽器の演奏があって、じゃあ今回はもう一応ゲストという感じで来ていただけるということですね。
でその後、まあ、2つの団体があるんですけれども、はい、まずはコーラス好美さんは、旧大山田、大山田なんですね、はいはい、で、あの大拠点に頑張ってくれてます、はい、そして、最後は、はい、青山ハーモニーは青山ですね、で頑張ってくださってますし、この団は、夏に開かれました、ですね、お母さんコーラス全国大会がありまして、でそこで金沢の方で開催されたんですけども、そこで、お母さんコーラス賞というのを受賞してくださった団なんです。全国大会で賞を受賞したんですね、はいはい、そうなんです。私も新聞で拝見しました。 ありがとうございます。そうですか、はい、その青山ハーモニーが、まあ、最後の、まあ、トリオということになっています。はい、なるほど。じゃあ、まあ、今回その、いくつか6団体の合唱団が出られるわけなんですけれども、はい、特にこの注目の曲とか、はい、なんかこう注目すべきところっていうのはありますか？そうですね、それぞれにそれこそ週1回頑張ってしてくれてますので、はい、なんですけども、ま、上のウインドアンサンブルがやはりこうちょっと歌とは違って、その楽器で楽しませてくれてるので、それが皆さんにはまた違った楽しみかなと思います。上野ウィンドアンサンブルさんは今回初めて来ていただくんですか？そういうわけじゃないんですけれども、はい、なんかそこでちょっとこう雰囲気が変わるということですね、はいはい、同じ音楽でも楽器ばかりのその音色の美しさも聴いていただけるということ で、はい、で今回まあたくさんのその団体がたくさんの曲を歌われるんですけれども、はい、皆さん曲が全然被らずにね、それも随分皆さん計算されてるのかなって思いました。はい、はい、ま、26回もしておりますと、以前にはやはり同じような曲っていうのもあったんですけども、それは、ま、事前にちょっとこっちがどうしてもしたいとか、でこっちはもういい、いいよみたいな感じで譲り合いがあったんですが、今回は本当にどこも被らずに、はい、行けたという、なんか本当に珍しいというか、すごいなと私たちも思ってます。まあ、そのあたりが、まあ、多分この曲だったら被らないだろうなっていうふうに皆さんが思われたのかもしれないですね。それやっぱ26回もやってるという、その皆さんのこう、コミュニケーションであったり足並みのすごさだかなというふうに思います。もう私たちがよく知っている例えばこの道とかね、そういうふうな曲もあれば、ちょっと歌謡曲のような100万本のバラを歌われるところもあって、喝采とか愛さんさんとかね、そういうこう馴染みのある歌謡曲もあったり、あと全く新しい、合唱組曲とか聞いたことないようなのもありますね。はい、そうですね、本当それぞれ、指揮をしてくださる先生方とか団の中でこれが歌いたいという団もあってだと思うんですけども、はい、皆さん本当に楽しい雰囲気で歌ってくれてますね。タイトルの中に大阪風お好み焼きという名前があるんですね。実際どんな曲なんだろうって、すごくこうタイトルを見て楽しみに聞きに来られる方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、そうですね、はいはい、さて、まあ、26回目ということで、本当に毎年こうやって歴史を刻んでこられたと思うんですけれども、こう一番最初のきっかけ、この6団体が集まろうとしたきっかけっていうのは何だったのかご存知ですか？多分この伊賀の地に、はい、その音楽を愛好する仲間たちが集って、でその
あの愛の花を咲かそうというふうなキャッチフレーズというか、ね、あのまあ言えば、歌で楽しんでいただけるようなそういう場を作りたいというのが、あの初めの、発足のそのきっかけだったと思います。はい、それで愛愛コンサートということなんですね。はい、そうですね。最初の愛はひらがななんですけれども、はい、次の愛は漢字で書いて、はい、なんかいろんな愛っていうのがありますもんね。はい、そうですね。はい、愛愛コンサート、まあ、今年も第26回という歴史を刻んで、今年初めて11月に開催するということになりました。はい、さあそれではですね、最後にこのコンサートへの思いというか、はい、うん、それをお伝えいただきたいんですけれども。そうですね、一人でも多くの方々にあの足を運んでいただいて、で、ま、コーラスや、ま、楽器演奏などをあのこの日一日あの楽しんでいただいて、まあ、少しこうなんていうんですか、あのそれこそ愛を感じていただけたらいいなと思っています。はい、そうですね。はい、秋に何かこう文化的なことをしたいんだけど何からしていいか分かんない、まずじゃあこういうコンサートを聞いて、はい、そして、なんか優しい気持ちになってくれたら嬉しいですよね。そうですね。はい、じゃあ改めまして場所時間を詳しく内容を教えてください。はい、11月24日日曜日、2時から開演させていただいて、青山ホールで開催いたします。で、入場券などはあの各、販売所で発売しております。そうですね。はい、販売所をじゃあ、お伝えいたします。伊賀市文化会館、青山ホール、阿山文化センター、サンサンマート、沢野楽器店、島ヶ原会館、ブックサルデのアピタ店、そしてダイヤモンド高山で入場券の販売を行っております。入場料は前よりも当日も同じ値段の700円です。700円という値段もなかなかあまりありそうでない値段ですね。700円となっています。で、お問い合わせ先は、今お話していただいている尾崎さんの方でよろしいですか。ご連絡先をお願いします。はい、0595-43-1754 お先までよろしくお願いいたします。11月24日日曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時です。場所は青山ホールで、入場料は700円。今年も開催いたします第26回のアイアイコンサートにぜひ皆さんお越しください。青山ホールは駐車場も、ね、ありますので、はい、たくさんありますので、ぜひ皆さん、ね、お誘い合わせの上来ていただきたいですね。で、電車でお越しの方は、近鉄青山駅からも歩いて5分ほどのところですね。はい、電車でもそして車でもとても便利なところです。はい、皆さんお待ちしております。はい、あのよろしくお願いいたします。お待ちしております。今日はお話しいただきましたのは、アイアイコンサート11月24日に行われます第26回アイアイコンサートについて実行委員会事務局の尾崎さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。